はい、こんばんは。フレッドの恐竜チャンネルです。えー、ちょっとね、久々の投稿になってしまったんですが、今回はね、新しい企画を用意しました。はい、今回はですね、えー、こちらの、まあ、あの、バケツみたいなのに入ってるね、え恐、ー、竜のフィギュアを、えー、たくさんね、紹介していくっていうね、そういう企画になってます。はい。 えー、恐竜動画をね、たくさん投稿しているので、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとはあのー、アンパンマン中心のね、サブチャンネルもやってるので、えー、そちらの方もぜひチェックしてみてください。はい。じゃあね、えっ、ー、と、恐竜のフィギュアをいろいろ見ていきましょうか。はい。ちょっとね、これに入れていきましょう。はい。まずこちらですね。えー、っと、トリキュラトプスになります。はい。 え、これはですね、なんかあの、よく僕ゲットするやつなんですけど、えっ、ー、と、造形はすごいリアルなんだけど、目の部分がね、あの、ちょっと残念になってるタイプのトリケラトプスですね。こんな感じです。はい。えー、次です。ちょっと結構濡れてますね。はい。えー、ステゴサウルスですね、多分。 ちょっとね、だいぶ特殊な感じの、えー、トゲになってるんですけど、こんな感じですね。はい。えー、尻尾の部分がね、8つトゲがあって、えー、ここの部分がですね、ステゴサウルスというよりかは、うん、なんでしょうね、トージャンゴサウルスとかそこら辺の、えっ、ー、と、感じになってるかなと思いますね。はい。色がね、これとは違う黒っぽいバージョンもあるんですけど、まあ昔持ってたんですけどね、ちょっと今は手元にないですね。 はい次ですちょっとこれすごい水が漏れてますねはいえー、パキケファロサウルスですねこんな感じですえー、っとね、まあ、これなんかねちょっとね子供っぽい見た目をしてるんですけどなんかこうあのー、これの大きいバージョンとかもあるのかなちょっとわからないですけど こんな感じですね。色がですね、えー、っと、黒色に、ちょっと茶色っぽい色とか黒とか色々混ざってますね。はい。えー、次です。はい。またステゴサウルスが出ました。こんな感じですね。背中の板がですね、互い違いに並んでるんですけど、板の数があまりにも少ないせいで、ちょっとね、特殊な感じになってますね。 あとはこう、ステゴサウルスって背中がね結構大きめなんですけど、これは結構低いですね、高さが。はい。こんな感じです。はい。下を見ると、えー、っと、黄色ですね。黄色と緑と黒っていう感じですかね。はい。次です。えー、ベロキラプトルですね。 こんな感じになってます。はい。えー、これもね、結構僕好きな造形で何体か集めてるんですよね。なんかこう、アメトイっぽい感じの造形ですね。はい。えー、歯にはね、結構鋭い牙がね、ずらっと生えてて、えー、こんな感じになってますね。はい。えー、鍵爪があって、まあ結構ね、あのー、どうもそうな見た目をしてますね。はい。色がですね、 えっと、まあ、マンゴーみたいな色に、えー、緑と黒が混ざってますね。顔は茶色ですね。はい。はい。えー、次です。ティラノサウルスレックスですね。こんな感じになってます。はい。ちょっとね、だいぶ、汚れちゃってますね。はい。えー、こんな感じですね。色がですね、茶色に、 えーっと、黒っぽい色とかがね、いろいろついてる感じですね。はい。こんな感じです。はい。えー、次ですね。ティラノサウルスレックスになります。はい。こんな感じになってるんですが、えー、なんかね、このね、小さい小向けなのかな。なんか結構なんか、デフォルメされたような見た目のね、恐竜のフィギュアですね。 こんな感じでまだ色々ありますけど。はい。えー、スティラコサウルスですね。こちらは恐竜ワールドジュニアのスティラコサウルスになってます。はい。えー、こんな感じになってますね。はい。色はですね、白に、えー、っと、オレンジとか黒とかが色々ついてる感じですね。はい。こんな感じです。 はい、えー、ドロマイオサウルスか、ベロキラプトルか、デイノニクスか、何かだと思います。はい。えっ、ー、とね、歯がね、そんなに生えてなくて、なんかね、タカみたいな顔してますね。はい。色が黄色で、えー、っと、マンゴーみたいな、バナナみたいな色をしてますね。なんかあのー、マテルのね、ジュラシックワールドのベロキラプトルぐらいの大きさかなと思います。はい。 はい、えー、ティラノサウルスレックスですね。結構これ歯が鋭いのが特徴的なんですけど。はい、こんな感じになってますね。はい。えー、これはね、多分あのー、パポシャかなんかのティラノサウルスをちょっと作り変えたような感じのティーレックスだと思うんですけど。えー、こんな感じですね。はい。えー、まあ、色が緑でこんな感じですね。はい。 えー、次ですね。えー、っと、ケントロサウルスみたいなやつですかね。はい。こんな感じになってます。これね、近々僕の動画で再登場すると思うので、あのー、まあ、姿、形覚えておいてください。はい。えー、こんな感じですね。えー、っとね、最近の復元図だと、ここにね、棘が生えてるはずなんですけど、えー、っと、後ろの方に生えちゃってるんで、ちょっと復元図としては古いですね。はい。こんな感じになってますね。 でステゴサウルスとは違って背中の板が左右対称に並んでますね。はい。そして次ですね。えー、ブラキオサウルスですね。こちら恐竜ワールドジュニアのものになってます。はい。こんな感じですね。はい。えー、まあ、あの、かもなく不可もなくって感じですけど、これは新しめのタイプですね。塗装の感じからして。はい。 えー、色がねちょっと特殊ですねはい、はい、次ですえー恐竜フィギュアシリーズの、えー、っとトリケラトプスですねこれは新しいダイソーのオリジナルシリーズになってますはい、えー、恐竜ワールドジュニアのね、えー、っとトリケラトプスと造形は一緒なんですが、えー、色がね結構違ってるのとここにねダイソーさんのなんか印みたいのがついてますね、はい 色が茶色と黒みたいなのが入ってる感じですね。はい。えー、次です。えー、トリケラトプスですね。こんな感じです。はい。まあ、あのー、これはね、まあ、普通な感じかな。さっきと一緒ですから。あるかな。はい。こうやってやるとなんかこう、群れで戦ってるような感じで遊べますね。 そして最後が、最後かなまだ、あ、まだちょっとありますね。えー、っと、ケラトサウルスですね。こんな感じです。はい。これは恐竜ワールドジュニアの小さいバージョンみたいなやつですね。はい。そして最後が、えー、ディロフォサウルスですね。こんな感じになってます。はい。 えこちらはですね、えっ、ー、と、コレクタ社のものかなと思います。はい。えー、というわけでね、えっ、ー、と、全部出していきましたけど、えっ、ー、と、最後にね、もう一度出していった恐竜たちを見ていって終わりましょうか。はい。えー、まず、ケラトサウルスですね。ティラノサウルス。パキケファロサウルス。 えー、トリケラトプス。ディロフォサウルス。えー、ベロキラプトル。ティラノサウルス。背中の板がね、ちょっと少ないステゴサウルスですね。してちょっとね、特殊な感じなステゴサウルスみたいなやつですね。えー、ベロキラプトル。 えー、えー、トリケラトプス。ティラノサウルスレックス。えー、恐竜フィギュアのトリケラトプスですね。恐竜ワールドジュニアのスティラコサウルス。えー、献類の仲間ですね。なんかな、ドラビドサウルスか、ダケントルルスか何かだと思います。はい。トージャンゴサウルスじゃないかな。はい。えー、 ブラキオサウルスですね。はい。えー、というわけでですね、今回は、えーと、恐竜のフィギュアをね、えー、このバケツみたいのにね、入れて、えーと、紹介動画を撮っていきました。えー、まあ、どうかな。好評だったらまた、続けようかなと思うんですけど、ちょっとわかんないですね。 えー、というわけで、えー、今回は以上になります。はい。えー、僕のチャンネルではね、恐竜の、ね、フィギュアの紹介動画をたくさん上げてます。はい。まあ、あの、恐竜好きな方、えー、ぜひね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、えー。今日はそんな感じですかね。はい。それではご視聴ありがとうございました。